よし、声が。よし、土曜日だ。決めるぞ、今日は。こいつもずっとね、PSP か PS ビータかどっちかやってんね。すごいヘッドホンもつけても。すごい。最近休日どこも行ってないな。ショッピングが化粧めんどくて結局ゴロ寝しちゃう。通販様様。通販って神様なんだ。特に日曜のテレビショッピ。明日はじゃあねえか。風邪の時のマスクとか便利グッズもあって。明日もテレビちゃ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 人気だからその日のうちに。え、そんなに？テレビショッピングってそんなに人気なの？はあ、間に合ったぜ。大丈夫かい？今日潜入だよ。こういうのやっぱ体力いるだろ。朝飯食ってたら、朝飯で遅れたのか。すごい、朝飯食べるのちゃ偉いね。ともかくエネル、お、いいじゃん。エネルギーパレスだからいいね。もちろん。いいじゃん。ちょっとお宝まで一直線はちょっと難しいかな。ちょっと難しいね。先日球技大会でやはり鴨志田君の方で世界的名選手でちょくちょくなってあなたたちはちょくちょくです。そもそもスポーツは古代より神聖なものとして人々を熱狂させてきました。かの肉体の祭典オリンピアには選手として自ら参加した皇帝、あー誰だっけ、あ三島に当たったわ、ラッキー。いやこれは今日俺に来ないな。ネロですよ。あーかわいそう。なぜ他にもいるだろう。オリンピアに参加した皇帝ネロが入賞した競技は音楽、演劇、戦車。なんだっけ、音楽だっけ、全部だっけ、うわ、なんだっけ。ああ、違った。困りましたね。困りますよ。よくそれで転入できた。嘘だろ、そんなに必要？まあ、全部って書いてあったが全部か。毎回間違えてる気がする。浜田の賞を取ったネロですが、実は残念ながらどれもできれいです。暴君ネロ。暴君鴨志田じゃん。先生当てる相手。お前当たったら答えれたんか。は？ネロ持ってこよう。暴君になります。暴君用になります。ネロについて近年では再評価。鴨志田くんの爪の赤。来たの？いやいや、違うだろう。まあ、鴨志田はネロだってことだな。再評価されないネロだな。一直線でアジドへ。行くぞ。全員集まったな。オッケー。で、このアクセサリーはさすがに、あ？シネマストラップはあまりにも強いから、ちょっと一旦ね、一旦もう普通のにしよう、みんな。ちょっとあまりにも DLC のアクセサリーが強すぎるからな。行こう。あ、ちょっと待って、サードアイ使わなかったけど大丈夫かな。誰？あ、こいつらかよ。持ってないっすけど。なんならアギも持ってねえのか、俺。まあいいわ。勝った、こいつ。あ、おっと、昨日、解放したからな。昨日、絆を深めた。サンキュー、ガチで嬉しい。よし、一人減らせたかな。これで SP が節約できるな。でも減ってるけどな。インキュバス持ってないけど、いらねえよな。金持ってる？900円。高いのか安いのか。あーでも900円と1935、まあ大きいのかな。バレたわ今、嘘やろ。こいつはチャンスよ。マジか、バレんのか今の。あ、お前らか。
余裕。電撃か、疾風電撃。よし、食う。あ、バトンタッチしようか、どうせなら。サンキュー。いやあ、ジオか、いいね。さーてと、金をよこすがいい。503、しけてんな、お前。帰れ帰れ早く。あれ、なんかある。カリオストロの書じゃん。王妃、王妃。よし、お、マキー本から何か感じる。お前ドクターストレンジ近代錬金術、錬筋肉の筋。こいつもそうなんだよな。あぶない。あ、ここにもあるわ。次はどんな本だい？奴隷の書、急に。こいつ倒さんてかんな。邪魔したりしない方がいいかな、これ。よし。お前ら、そっか、歌うんだったね。うわー、ベリーズだよな、そりゃ。赤いオーラをまとってる。レベルが高くて怖い。敵の体勢が変わるくらい、HP 減らしてから、ホールドアップしよう。エスケープ。いや、こいつ勝てねえと思うな。どうだろう。確かブフ。確かブフだったはず。違うかな。6。睡眠させる？いや、一旦弱点つこう。よっしゃい。俺の過去の栄光。過去の栄光？過去の記憶。どうだろう？総攻撃どれくらい食らうかな？うわぁ、きちいなぁ。やばいかもなぁ。あ、でも2回繰り返せばいけるな。アクス。どうする？うーわ、マジか。3人でやれるかな。リュウジがぶった切られた。あ、これやばくね？あ、やばい。あ、え、マジかよ。あ、マジ？あ、センキュー。ちょっとびっくりしたけどね。ここでアイテム、あとからちょっと調教し直した方がいいな。リュウジ倒れっぱなしやし。あー、吹き替えエースとかアイテム使っちゃうか。戦術で判断を任せる。アイテムあんま使わない。SP を温存。体力最優先。まあ、アイテムも任せるか。こればっかしは。ちょっと今のね、無駄だと思ったけど、まあ、ね、任せましょう、ここは。あと、プロテインか。プロテイン、ちょっと今はな、ナオール城でいいや。強敵との戦いはちょっときついものがあるな。おい、これはめる？よし、行こう。なるほど。誰だ？あ、龍二。お前いつも痛い思いする。かわいそう、ちょっと。あ、これ交渉できんじゃね？よし。お話ししましょう。お前の力があればめっちゃ楽になる。そう来るよ。って思ったけど、チャレートチート力不足。は。どうだい？死んだ女房のもんかよ、お前。いらねえよー。
お前が欲しいよ。やっぱダメか、格影は捕まえるなのか。なんだここ。証拠。ああ、さっき3つの本の入れる場所か。どこだ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 。あ、ここか。え？え？あ、ん？怪しいな。王の書。これってタイトルに志保の名前。女生徒の名前か。うわ。ああもう。ジョーカー。じゃあ王妃が入るか。お。よいしょ。カモシダの歴史、カモシダの奇跡、カモシダ武勇伝、カモシダの掟。うわ、奴隷の書入れよう。なるほど。はい、しっかり王の書入れてと。うわ、尺だな、ここに王の書入れんの。バレー部の連中。ああ、くそ、禁断錬金術入れとくか。よし、お、開いた、かっけー。なんだあれ、気持ち悪い。うわ、うわ、なんだよこの部屋、鈴井の写真だらけじゃねえか。これ全部鈴井の写真か。けじめをつけさせよう。絶対にね。ちょっと作業が苦手なんで、作業を2つ出させるのやめてもらっていいですかね。させが苦手なんですよ。なんか闘志湧いてきたよ。ああ、俺の滑舌で良くないだろうが、部屋を探索するぞ。あんな大仕掛けで隠してたんだ、必ず何かある。もうなんかあるぞ、もうすでになんかある。これだけじゃないの。あ、光ってる、これだ。鴨志田金メダル。これってメダル？その大きさと形。おお。多分こいつが鍵だな。覚えてるか？柵を開ける仕掛けについてた丸いくぼみだ。金メダルはめるんか。待って、メダルの下にも何かあるよ。わお。前のとは別の見取り図だ。ラッキー。一緒にいただいとこうぜ。超喜びじゃん。おお、これで見取り図が揃ったみたいだぞ。え、マジで2個だけで足りるの？じゃああれか、お宝の場所もわかんのか。見ろ。おお、マジか、もうこれで全部か。早いね。形の建物だね。どうか何かかな。なんか卑猥な形はちょっとあれか、俺が腐ってるか。俺が腐ってます。距離的にはお、半分ってとこだな。マジか、半分まで来たか。よし、だったら一気に行っちまおうぜ。この前ここまで来てもよかったかもな。まあ、地図見つけたら引き返すぐらいの。え？うわ、あ、バッバ。いや、何もしてない。まさか写真を見てたなんて、そんな。うわ、弁解の余地なし。いや、お前から殴ってこい、相手。うわ、気持ち悪ってくっしゃん。あいつは気持ち悪い。なんかあいつ様子おかしくね。ブツブツ言ってるくせに動かねえぞ。ちょっとかっこいいかも。気をつけろ。我が輩の予想通りならあいつはちょっと厄介だぞ。その予想ちょっと言ってくんね。よし、なら俺が速攻で黙らせてやるか。お、気をつけろよ。やってくれんの？邪魔だ。目の色が変わった。わお、うわ、なんだよあいつ急に。攻撃したら動き出したか。やっぱり予想通りのやつみたいだぜ。先に言っとけそれを。あいつを倒せば。お、お前たち見てろよ。あー、気持ちいい。ここ、うわ、倒れねえ。右左が。なんだ、爆発したぞ。マジか、ハードだからか。今は戦闘に集中しろ。この前も、この前じゃない、ノーマルでも普通にあれか、こいつら倒れねえか。氷馬ね、はいはい、コウマかと思った。氷馬は
状態異常、絶望によって撃破された場合、アイテムを落とさないんだ。なんかちょっと説明が、まあ、より大きなダメージ、まあ、とりあえず倒せばいいって話だろ。簡単簡単、まあ、ちょっと右左は2発で、おい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 、チュートリアルちゃんと実践させてくれるんや。またさっきのがいるな。あいつは中途半端に手を出す厄介だ。まあハードだと特にヤバそうだな。叩くときは弱点をついたりして一気に畳みかけて爆発させるのが良さそうだ。眠らせたりで動けなくするか、いっそ後回しにするのも手だな。基本ノーマルだともうさっき殴ってたんだけど、そういうわけにもいかなそう。一応ジオで、リュウジにバトンタッチして、それでコウマじゃない強魔を狙ってもらおう。多分やってくれるだろう、信じてるぞリュウジ。ナイス、おお、いいね、ナイスコンビネーション。お、宝玉でけー、でかい宝玉みたいになっちゃったな、それ。ちっちゃいか大きいかわかんないけど宝玉嬉しいな。ここじゃないかな、多分。錬金術、錬金術回線入んねえの。お、なになに、いらねえよ、なんかいや、やじゃん、本棚に隠してあるプロテインって何、んなんかちょっとやだよ、その感覚忘れるなよ。あ、言うわ、嫌なプロテインゲットして嫌な気持ちになったな。よし、金メダル入れよう。ジョーカー、聞け囚人。なんだよ、いきなりどうした。構成プログラムの一環としてチャレンジバトルを開催するぞ。急になんか、あれ何ですか。結果次第では報酬も与えてやる。楽しそうだね。何急にそんなコロセウムみたいなことやりだしたの。泣いて喜べ囚人このバトルではあなたの中にある認知の仲間と共に戦うことを認めます。マジで認知の仲間、え、じゃあスーパーマンとかイマジナリーフレンドをできるだけいっぱい作っていっぱい戦ってもらおう。一緒にこのプログラムのために特別な舞台も用意してやった。お前めっちゃ楽しそうやね。あなたの日頃の構成の成果存分に発揮してください。まだ始まったばっかだから、そんなに言うほど成果が。望みがあるなら聞きましょう。生まれ変わるといい。あ、泣かないで、ゆっくりやってあげるから。ゆっくりやった方が寂しいやろな、多分。はい、怖くないよ。3、2、1いきますからね。はい、怖くないですよ、大丈夫ですよ。3、2、あ、ずいぶんピクシー成長したね。ずいぶん成長したね。私をあんたの好きにして。マジですか、ちょっとじゃあ捨てよ。フルムーン。フォーギーデイ。かっけえめっちゃかっこいいんだけど。まあ3も4もまだクリアしてないからやるつもりはないけど。いや、かっけえ、これもいつか戦いてえな。ジョーカー。なんです？でっけ、これだけ広い場所に見張りなし。確かにボス戦の広さ。けどお宝はこの先、万が一には備えた方が良さそうだ。どうする、ジョーカー。このまま進むか。セーブしたんで一回行きましょう。まあ出るやつ知ってんだけどね、来いよ。今の体育館、体育館を自分の何、教会、な自分を称える場所だと思ってんのか。体育館は聖なる場所でもって自分はそこの神ってか。神ってか。司法をあんな目に合わせておいて心底吐き気がするぜ。待ってやがれよ。いいね、やる気を満ち溢れ。証拠の部屋を荒らしたのは貴様らか。イケボが来る。待っていた甲斐があったというものだ。イケボが来る。そこの猿が言った通り、ここは我らが鴨志田様の聖域だ。我ら全員エンジン類ぞ。
誰のことを言ってるんだい。踏み入るとは不届き千万。お前難しい言葉使うな。不がと、ふと、不行き届き、不届き。かっこいいな、お前ほんとに。ちょうだい。鴨志田様に逆らった愚かしさ。中身だろ。身をもって知るがいい。それで、あ、いいや、後からでいいから、一回、俺の仮面に入ろ。やっぱりこうなったか。一回俺の仮面に。迎え撃つぞ。こいつ弱点なんだっけな。アークエンジェル強いんだよな。さてさて、エイハいけるかな。あ、マジか。見ろ、あいつ何かやろうとしてるぜ。これ、ガードで防げるか。危ないって思ったら、ガードも大事だぜ。いや、そうだけど、ガードできんの？ハードで。ハードでガード。何やってんのお前。ちょ、危ないって思ったらガードも大切だぜ。危ないって思ったらガードも大切だぜ。ちょっと、危ないって思ったらガードも。あれ？お前ら、バカの。あ。なるほど。バカの一族出身だったか。まあ、しょうがないな。じゃあどうしようかな。どうしようもねえな。エイハじゃなかったかな。くっそちえ。やばい、アルセーヌで狩られたら俺絶対、正直アイテムでどんどん回復していく方法が一番安定かな。お、余裕ぶってる、いいね。さてさて、エイハではないときたらジオどうだろう。アークエンジェルだろ。武夫、炎、風、もしか弱点なし。まあサーキュバスせっかく作ったし行くか。誘惑ないか。まず回復しねえよな。違う、睡眠、寝るかなこいつ。まあまあジオでいっか。あーダメよ、一生使うのジオ。いいよ、銃撃のブームが来てる。お、半分まで削った、ナイス。マジー、これ俺はガードにしといた方がいいよな、絶対。一応、耐性が一番あるやつで。先見たのか。で、ガードしよう。まあ、お前らはこう言いしといていいよ、勝手に。俺が知らなければ、戦闘は続くしな。いいね。助かる。あ、毎回パンサー。そうそうそう、それじゃあもう。そろそろお前の命も少ねえだろ。インキュバス、あわよくば寝てくれ。あー、ダメか。やっぱ寝ないかな、中ボス系は。いや、いいっすよ、睡眠も大切よ。戦闘中はダメだけど。あ、ディアいるか。お前どうせ死ぬんやけん。いるかお前。なんで余裕ぶってんだよ。どっちやねんお前。情緒不安定だから、ちょっともうちょっとかわいそうだけど。はい、あ、足りね。足りね。ナイス。やった、アルゼン上がった。スクンダ結構強いかな、助かる。お、いいね、ドルミラ覚えてくるのは。いつでも打っていいよ。いよいよ敵も本気出してきた。今まで実戦形式であれこれ教えてきたが、そんな余裕もなくなりそうだ。戦いの様々な注意点をまとめ。急に増えた。わお！いや。で、そういうのせこくない？特有の周りに出てくるやつ急に。そっちに何かないか？あれでひとっ飛びできそうなもの。おお！突っ込んじゃダメだけど、俺一人で行ってます。バイバイみんな。お前らいつ上がってきたんや。このドア開く？開くんか。植物の半にゃらこんにゃら、ブリギの半にゃらこんにゃら。まあ一旦帰って、まあ稼いで、金稼いで。お、なんだ、ん？オッケー。まあ一旦ね、金を稼ごう。で、吹き替えスはどんどん買っといた方がいいね。多分あれだよな。あ、やったね。竹見のとこで買えるはずだから、もうめちゃめちゃ、お、続けたじゃん。
人の名前すすけたくんゲットしたもん。めっちゃね、金を集めて。ああ、殴っちゃった。マジか、ちょっと数多いな。どうしよう、こいつ何なんだろう。俺名前すら思い出せないよ。こいつなんだ、こいつ。一応ガル、んーで、どうする。こいつ風なんじゃないよね。風かな、バイコーンじゃないわ。バイコーンじゃないやつ、なんやこいつマジで。リュウジに変わろうかな、ここは。お、マジか、やったね。馬は雷よく食らうな、こいつら。よし、いただこう。名前お前知らねえけど。ならば対話だな。え、ガンダムマイスターじゃん。陽気なやつ。OK、 おるから人間よ。ここは俺たちの縄張り。それを土手で踏みにじる。これはどういう猟犬だ。うるさい。裸足ならいい。そうだね、土手でダメなんだから裸足ならいいですか。あ、やった、バカだ。幼き人間よ、わざわざ話しかけてきているのだな。俺に何か言いたいことがあるのだろう。肉球を触ら、お前が欲しい。えへじゃねえよ、お前パイモンじゃん。えへじゃねえよ、お前やだな。入ってこないで、悪いけど。ケルビーか、オッケーオッケー、ケルビーね、ケルビー。俺の力はお前のものでもある。悪いけど、もしかしたら仮面の隙間ないかもしれないね。仮面の隙間ないかもしれないわ。あ、あった、よかったね、ケルピーくん。君どの属性の攻撃できるかによってね、すぐ何かに足つくかもよ、下手したらお前。足つけるかもね。やったね。ガルカいらねえ、すぐバイバイだな。オニキース、怪しいよな。あそこだけツタ美味しげってる。長い間誰も入ってない。ジョーカー、危なすぎない？え、下どうなってんのこれ。あんま、え、まあまあまあ試してみようか。ワイヤーの達人、立ち入り禁止って書いてる。え、あれ、鴨志田の声か。なんだここ、気味悪。なんか今までと雰囲気違うね。つーか、明らかに怪しそうなもんがあんだけど。あれはどれだ。行くぞ、ついてこい。キモい。何これ。クリスタルスカルレベル0、レベル1。やっぱり我が輩の思った通りだ。これは石だぜ。いや、いいよそんなの。石いらねえよ。俺だって庭にあるもん、石。石知ってるのか。石知らないと思われてる。俺がね、石知らないんやね。パレスってのは、その場所が本来あるべき姿から主の認知で歪んだ姿だ、うん、その歪みが集まって生み出されるのがこれだ。我が輩は石って呼んでる。これあれだね、ストーンと石の方をかけてるのか、ウィルと。歪んで集まって石。もうリュウジは理解しなくていいよ。この世にはね、もう難しいこといっぱいある。もう一回説明するか。あ、とりあえず石な。石し、牛し、牛し、誰牛しって。いただいていく。いいんですか。お宝ほどじゃないが、これもレアもんだからな。やだよ、気味悪いの。はないはずだ。はずなんだ。でもこれ本当に取って大丈夫？何か起きたりしねえだろうな。こう罠とか
呪いとか？インディアナ・ジョーンズじゃん。試してみよう。試してみよう。こいつ結構果敢だね。有望果敢。にやり。色欲の赤い石。よし、ゲットだ。とりあえず大丈夫っぽいな。これロイヤルからの追加要素か。この調子じゃ他にもまだありそうだ。我が輩の見立てが正しければ。あと2つはあるだろうな。嘘、2つもあんの？え？なんでわかんの？匂い？犬みたいだね。猫なのに。猫か。あ、猫じゃないのに。猫じゃねえし。ややこしいな、お前。で、聞いとくぞ。そんなもうたわいもない会話してる場合じゃないんだよ。ほら、お前もついてこい、猫。猫っぽいってだけだからな。螺旋階段。螺旋階段ってどうせベリスだろう。まあ俺たちの今の実力ならいけそうな気がするけど、ちょっとあいつ小刻まに動くな。なんだなんだあれ、なんか伝説のポケモン色違い出そうとしてる。乱数調整したいんだけど。ここに来て俺らだからね、やるの。どっちかというとあんま敵側が乱数調整しないから。これどこまででバレるんだ。宝箱あるしな。いける。よっしゃ、あぶね。ザコメ。貴様ブフに弱いんだってな。いただきます。パク。ん、大丈夫かな。お、ドルミナ。お、来たー。え、ジオかーい。あ、でもテクニカルジオで出るのか。ナイス。あれ、あれ物理攻撃じゃなくてダメだと思ってた。マジか、ジオでもいいんだ。あー、でも残っちゃったな。ごめんね、いつもリュウジ倒れてもらって。マジか。うわ、なんで、どういうこと俺、あ、シルキーが動き遅いからか。くっそ、しくった。なるほどね。あ、くっそ、消耗激しいな。よかった、毎回毎回主人公狙われてないけど、ヨウが狙われた瞬間終わるぞ、これ。お、キックピック。キックピック、キピック。あ、スタイルいいな、意外に。意外に、まあ分かってることか。ギルティウィープ。あ、これ。今使ってるのにもいい感じ。いいよ。有罪にして。全員有罪にして。で、体力がないんで。あ、そういえば俺99個買ってたじゃん。忘れてた。はい、異国の肉まんで回復します。忘れてたわ。異国の肉まんがあった、あった。これ使えば、ね、中国人だから俺、コンビニ中国人。コンビニであんま、ね、爆買いしないけど。どこかに。コンビニの爆買いってなんだよ。何？月でっか。気づいたか？見取り図とも一致する。マジか。やったな、おい。うわ、いっぱい。え、全員ベリスかよ。よし、行こうぜ。補欠に入らずんば、孤児を得ずだぜ、モルガナくん。まあ、そういうのじゃないんでしょうけど、慎重に行こうぜ。はいはい。まあ、補欠に入らずんば、孤児を得ずってのは、意味はわかりませんが。ベリスはめんどくせえな。ちょ、どうしよう。怖えー。あ、同じこと2回言うタイプなんだ。あれだね、こじらせてんな、こいつ。なんかやばいのいるし。やってる暇な。まあ、一人ぐらい行くか。経験値上げると思って。よし、こちらの先生だ。よし。シルキー。いや、テクニカル狙って、いや、それは違うか。
いや普通にブフで行こう。あぶね、ちょっと横ずれたら俺やった。なんで毎回俺じゃないの。嬉しいけどね、全然嬉しいんですけど、マジで俺一発で死ぬからね。マジでギャンブルだよなこの戦い。よし、ガチでギリギリ。えっ、あ、おー、いや、まだやれないですね、これは。はい。やばいな、これ。どうする?こいつダウンさせたら、逃げ道作れるんじゃね?よっしゃ!うわ、無理だ、あれは。あれは無理だ。まあまあまあ、経験値もちょっとゲットできたしいいだろう。誰もレベル上がんねえけどな。で、上に動けたから。うわ、ぶねえ。あ、こわ。うわ、月でっか。足いった。宝バーコー。呪音のマガトマ。呪音属性の攻撃できるやつかな。よし、いっし。遠慮なくいただいてこうぜ。サクサク。悪役の笑い方してる。色欲の緑の石。よし、かく。よし、二つ目の石ゲットだな。うわ危なすぎない。足腰大丈夫なの?え、ここ降りれんの?でもって。あ、降りるな。垂れ幕下がってんなってか。うわ。ちょっと。ここか。セーフゾーン。セーフゾーン、セーフルーム。ちょっと奥かな。近くに。あー、ここ越えた先。うわ、これやばい、しくったかも。いや、てか、形?え?より形が、え?お前、ニヤニヤすんな、お前。チチコンロじゃん。チチコンロじゃん。やだな。嬉しいけどね。嬉しいですよ、全然。喧嘩しそうだしな。関係者以外立ち入り禁止。お隠し部屋。パールこなした。あれか、まあ一旦保留だな。一気にしましょ。嘘でしょ。おい、ギリ乳首隠してんの、あれ?セロンのこと考えてる。あれじゃない?レッツゴー!マジで?あ、違うか。スーパーマリオ64始まったかと思った。気づいたか?っていうか、入り口のホール、ほんとだね。入り口のホールってあれだな。一応初めて来たのか。これ、開けれるんじゃね?よし。あ、じゃあ、セーフルーム近いな。ラッキー。ここは何?ん?何のここ?うわ、むやみに触った。むやみに触った。歯車?おぉ、いいところに気づいたな。なるほどね。あの、下に行くの多分動いてなかったのが動き始めたのか。よし、開通。そんな高開通しても強くないけどな。
宝ばっかう魔石。てか武器手に入んなかったな。後からアンタッチブル行って買ってこよう明日。よし、マジックランカをここ開けるんじゃね。よし、ここ正面はどうだ。お、正面いける。あー無理なんかさすがに。出入りできねえんだ。でも特にないからセーフルームから一旦帰ろう。終わりが見えてきたんじゃない。あと日曜行ってどっかのタイミングでもうちょっと頑張ったらいけそうかな。2つも石ゲットしたしね。かなり近づいてきた終盤戦。いいね。うわ疲れた。本当だよ、くったくた。遠出はせず近場でゆっくりしよう。あ、異世界探索の日は動けないのか。あんまり。ちゃんと猫の世話してるか。してます。猫に世話してもらってます。小遣いはやらねえ。ちゃんとやってんだろうな。暇してんだ、勉強するか本を読め。ありがたいねお言葉。どこまち探偵局、不定期放送の増刊号ではマジで話題の限定商品。いやリカバーオイル持ってるぜいらない、いらない、もうやめてくださいよ。もう流行一番早いんでね俺が。この世の流行の最先端を言ってます。知識はまだまだ、魅力もまだまだ、器用さもちょっと、度胸もちょっと、優しさもちょっと。いいね、装置したら優しさ磨けそうだけどな。でもコインランドリー行きたいな。多分行けるでしょ。そう、遠出じゃないだろう。まあいいわコインランドリー遠出じゃないだろう。お、いいね。疲れてんのに掃除する。ペロペロ舐めなさい床を。お前舐めんの好きだろ。こんなもんだな。優しさ磨かれた。客のこと思ってやったんだ。一個だけか。でも上がるんじゃね。ああまだか。2とか3になっときたいんだよな。できれば4。